皆さんこんにちは、マイプラチャンネルです。今回もご視聴ありがとうございます。今これを撮っているのが4月20日土曜日なんですけれども、昨日の4月19日朝9時からこちらですね、 Amazon スマイルセールが始まっております。で今回はねゴールデンウィーク前のセールということなんですが、期間が4月22日月曜日いっぱいということになっております。すでにうちのチャンネルでは事前セールがね始まった段階ですね、17日の段階でまず1本目、そして昨日本番セールが始まった段階で2本目のおすすめセール品の紹介動画公開しているんですけれども、今回この動画がね第3弾となります。でここまででね紹介しきれなかったものを紹介していくんですけれども、今回はですねいつものようにガジェット関係に加えて食料品、それからねアウトドア関係なんかもね紹介していきたいと思います。それではね早速始めていきましょう。はい、ということでね始めていくんですけれども、まずね最初にこちらだけ大切なので紹介させてください。ポイントアップキャンペーンについてです。でもう皆さんねご存知だと思うんですけれども、必ずねお買い物前にこのキャンペーンにエントリーする、これをクリックしてください。そうすると期間中にね1万円以上買い物をすれば、はい、僕はねもうすでに1万円超えて買い物してしまったんですけれども、今回はですねプライム会員であれば 1%、そして Amazon マスターカードでお支払いするとさらにね 3% プラスということで、合計 4% ポイント還元してくれるということになっているんですが、はい、ゴールデンウィーク前ということでスポーツアウトドア用品は 3.5% さらにポイントアップということになっております。本格的なねレジャーシーズンの前に今回のねセール活用していただけたらと思います。はい、それではねお得なセール品紹介していくんですが、いつものようにストアフロントの方にお得なセール品まとめてありますので、動画でね紹介しきれないものもありますので、ぜひともねこちらもチェックしていただけたらと思います。で現在ですね107個まで商品追加しております。まだね月曜日までセール続きますので、この期間ねどんどんとお得なセール品追加していきますので、こちらの方もね楽しみにしてください。はい、それではね始めていきたいと思いますが、前回の続きからですね、はい、前回この辺ですねベルキンさんの製品を紹介したところで終わったと思います。で今回はねまずデジタルガジェット SD カード関係からねいきたいと思います。まあいつもね定番なんですけれども、こちらプログレードデジタルさんのコバルトですね、 V90 のモデルになります。一番読み書きのね早いモデルですね。でこちらが 128GB モデルですが、20% オフの 16,640円となっております。でこのね V90 はね結構高いんですよね。高画質で撮影しないという方であれば、はい、同じくねプログレードデジタルさんのものなんですけども、こちら V60 のもの、こちらをねおすすめしたいと思います。 V60 になるとねガタッとこう価格が下がるんですよね。 128GB モデルで 20% オフ6,640円となっております。でちなみにですね読み書きの早い V90 でもキングストンさんの、ね、ものだと結構ねお安いです。でこちら V90 のモデルなんですが、 128GB で 22% オフ 11,682円となっております。はい、それから同じくねキングストンさんの今度は SSD ですね、こちら 1TB モデルなんですが、僕もね使っておりまして、こんな風にですね小さいモデルなんですけれども、商品ページにはねこれ映ってないんですが、ここですねゴムのこういうカバーがねついております。こういうものですね、防滴防塵それから耐衝撃性も備えております。でこちらのモデルが 12% オフの 16,632円となっています。はい、続いてクンティスさんのモニターライトですね。で今見ていただいているのが幅が40センチのモデルで、リモコンもね何もついていない非常にシンプルなモデルです。でリモコンがありませんので、スイッチ類は全てねこの本体上についております。色温度のね調整ももちろんできますし、照射範囲もね十分なモデルなんですけれども、ただねこのモニターライトってライト自体の長さとこのモニターの大きさのねバランスがやっぱりねあるんですよね。でこのモデル僕も使っていたモデルなんですけれども、40センチだとね27インチぐらいまでかな、それぐらいまでのモニターの大きさであればバランス的にね合うと思います。でお値段の方が 26% オフの3744円とかなりねお安くなっています。で同じサイズなんですがリモコン付きがいいという方にはねこちらをおすすめしておきたいと思います。こういうね丸いリモコンが付いているモデルなんですが、
通常より 42% オフの4999円となっております。でまたもっとね大きいモデルがいいという方には、はい、こちらですね、51センチのモデルになります。こちらは 20% オフの6700円となっております。まあ、50センチクラスのモニターライトであれば32インチクラスのモニターにもね十分合うと思います。はい、続いてローリーさんのワイヤレス充電器というか、まあ、スタンドですね、こちらを紹介します。もうご覧の通りね、 iPhone、Apple Watch、AirPods、 この3つのデバイスを充電することができるし、さらにですねここですよ、モバイルバッテリーにもなっているんですね。はい、このモデルなんですけれども、このねバッテリーの大きさがね2種類ありまして、こちらが 5000mAh、 そしてこちらが 10000mAh なんですよね。で白いモデルの方が見やすいと思いますので、こちらを紹介しておくと、今言ったように iPhone、 そしてここですね Apple Watch で、底面に AirPods ということで充電できる上に、こう外してですね、これ自体がねモバイルバッテリーになるんですよね。でモバイルバッテリーの状態でもここにねスタンドがついておりますので、こういうふうに立てて iPhone、 そして Apple Watch の同時充電、これもすることができます。まあ、かなりねアイデア製品というか面白い製品だと思います。はい、でこのね 5000mAh のモデルが 42% オフの5249円。まあ、これねブラックモデルで、白いモデルもあるんですが、白いモデルの方はちょっと高いんですよね、 20% オフの5599円となっております。また、はい、こちらね 10000mAh のモデルなんですが、こちらは 25% オフの9749円となっています。はい、続いて iFace の iPhone ケースね、いきたいと思います。こちらですね iFace のリフレクションになるんですけれども、ご覧の通りねマグセーフ対応したモデルになっております。でこちらのモデル iPhone 15 Pro 用なんですけれども 10% オフの3762円となっています。はい、iPhone 関連でねデザートウエストさんいきましょう。こちらね車載用のマグセーフ充電スタンドですね。僕も使っているモデルなんですけれども、非常にねデザインがシンプルで、またね発熱も抑えられているモデルになっております。でこちらが通常より 25% オフの6749円で、さらに1000円オフのクーポンが適用されます。はい、それから、マグセーフを利用したねスマホリングですね、こちらもデザートウエストさんのものなんですけれども、非常にね面白い形状のものなんですよ。はい、こういうものなんですけれども、外側にね大きなリングがついてるんですよね。でこれが実はスタンドになっておりまして、通常こう指を入れるところはこのねナイロン製のテープ状のところ、ここに指を入れます。で非常にね磁力が強力で、かなりね強く振らないと落ちません。で大きなリングで縦置きも横置きも対応してくれておりますし、あとねこういうねナイロン製のループになっておりますので、長時間ねこう指を入れてスマホリング的に使ってもね指が痛くならないっていうところもいいところだと思います。でこのねスマホリングが通常より 21% オフの2999円となっております。はい、さらにね同じくデザートウエストさんのスマホリングなんですが、はい、今度はねこういうモデルですね、よく見かけるようなシンプルなタイプのスマホリングなんですけれども、ここがね革が使われていて結構ねおしゃれなんですよね。で磁力もねかなり強くて、今パチっていう感じでつきましたけれども、さっき紹介したものよりもさらに強いです。ただこのリングはこういう小さいものですので、まあ、縦置きにはね対応できておりません。ちなみにねここ二重に回転するようにできていて、スマホリングとしてね使うのにもすごくね便利にできていると思います。で言い忘れましたけれども、こちらのモデルもそれから先ほど紹介したものも両面磁石になっておりますので、スチールのところであればこんな風にですね壁に貼り付けることもできます。でお値段の方が 11% オフの3099円となっています。はい、続いてねボヤタさんのスマホリングですね。はい、こちらのモデルなんですけれども、このボヤタさんのスマホリングもかなりね磁力は強いんですが、特徴的なのはこれね2段階にこういう風に出てくるんですよね。でこの足が長いので、例えば縦置きもできますし、横置きもねこういう風に置いて角度調整することができます。またねこのスマホリングも両面マグネットになっておりますので、スチール製のね壁にペタッと貼り付けることができます。であとですね、まあ、これはメーカーが推奨している使い方ではないんですけれども、僕は iPad mini の背面にこういうねマグセーフの
磁力をね強めるプレートを貼り付けておりまして、ここにペタッとつけると iPad のスタンドにもなるんですよね。はい、縦置きにも対応してくれております。まあ、ただね、こういう使い方はあくまでも自己責任でねお願いしたいと思います。で、このね、ぼやたさんのスマホリング、通常より 26% オフの1549円となっておりまして、さらにね、10% オフのクーポンが適用されます。これはかなりね、お買い得ですよね。はい、ぼやたさんのね、製品紹介しましたので、やっぱりね、こちらも紹介しておきましょう。PC スタンドですね。で、ぼやたさんの PC スタンド、いろんな種類がありますので、お好みのものをね探して選んでいただきたいんですけれども、今回この動画ではねこちら一番ベーシックなモデルを紹介しておきたいと思います。これですね、僕も使ってるんですが、何がすごいかってこの関節がめちゃくちゃ硬いんですよね。なのでこうやって置くじゃないですか。で、ここにノート PC 置きますよね。この上で手のひら置いてこうやってねタイピング作業ができるんですよね。全然関節が下がらないです。まあ、そういったところもあって僕はね長らくこのぼやたさんのスマホスタンドを使っているんですけれども、もう本当にね 3,4 年使ってると思うんですが、関節ね全然へたらないですね。はい、でこちらのモデルが通常より 30% オフの3219円となっています。はい、続いてね、ぼやたさんのタブレットスタンドいきたいと思います。で、ぼやたさんのねタブレットスタンド2種類出ているんですが、僕はねこちらのモデルをねいつもおすすめしております。で、こういうモデルなんですけれども、なぜこちらを選ぶかというと、まあこのねアームが1本だけのものなんですが、折りたたんだ時にこの爪がですね内側に向くんですよ。で、細身でカバンにね入れて持ち歩くのにすごくね便利なのがこのタイプなんですよね。で、もう一つのモデルが、これもね僕持っているんですけれども、折りたたむとねこんな感じになるんですよ。で、このねタブレットを支える爪の部分が外側に向くんですよね。で、しかも幅がね広いです。で、どちらもアームは1本タイプで、まあこちら細くても安定性もありますし、スマートなので持ち運びにも便利なんですよね。はい、ということでね、こちらのモデルを紹介しておきたいと思います。これがですね通常より 23% オフの1549円となっています。はい、それから、ウランジさんのガジェットポーチですね。このモデルになるんですけれども、一応ね大きい方 2.5 リットルの方を紹介しておきます。もう一つね、同じ形で小さいサイズのものもあるんですけれども、それはね、サイズの方はね、お好みで選んでいただけたらと思います。で、このウランジさんのガジェットポーチ、何がいいかというと、まずね、表面がね、撥水加工されていて、で、さらにですね、ファスナーも止水ジッパーになっていて、水に強いということが一つ挙げられます。で、また、全開にするとですね、ガバッとこういうふうに開くんですよね。こういう扇形になります。で、入れているもの、まあ、僕はあの撮影関係の細々としたものを入れているんですけれども、こういったものをね一覧して物をどこにあるかなって探すのに非常にね優れているので、これはね使っております。はい、こちらのモデルが通常より 25% オフの2685円となっています。はい、それから最近ね僕ガジェットポーチいろいろ探しておりまして、でこちらのモデルねなかなか良さそうだなということで一応紹介しておきたいと思います。エレコムさんのものなんですが、トラベルポーチ、ガジェットポーチというふうに書いているように、まあ、旅行用のね小物入れとしても使うことができるモデルのようです。で、これ良さそうだなと思ったのは、先ほどのウランジさんのものは中をね細かく仕切っていたんですが、このエレコムさんのものは一応ねポケットいろいろあるんですけれども、基本的にはね箱ですよね。一つの箱になっているタイプで、いろいろ細々したものをどさっとこうねまとめて入れることができる、こういうタイプもいいんじゃないかなと思うんですよね。で、しかもこの内側が裏肝素材で使われていて、傷から守ってくれるということですので、まあなかなかね良さそうですよね。で、こちらのモデルが 19% オフの1690円となっております。で、ちなみに今回ね直近では最安値となっています。はい、撮影関連ちょっといきたいと思います。まず1つ目、ウランジさんのスマホホルダーなんですが、これ多分新しいタイプですね。ちょっと今まで見たことないタイプなんですけれども、マグセーフを利用して iPhone をねここにくっつけることができる上に、こういうふうにですね両サイドにこうアームがあるんでしょうね、挟んで取り付けることもできるというモデルになっているみたいです。で、このモデルが通常より 20% オフの1839円となっています。はい、続いてテレシンの POV ネックレス式マウントですね。
はい、僕もねよくキャンプとか車中泊動画の時にこれ使ったりするんですけれども、これ何がいいかというと、あのプラスチック製のもっと安いねネックマウントってありますけど、あれはですね使ってるうちに、まあ、金属疲労のようなものなんでしょうね、突然ポキッと折れるんですよ。でそれに比べるとこれはですね中に針金が入ってるんでしょうね、まあ絶対に折れないし、折れたとしても中のね金属が折れたとしてもシリコン製のね素材で巻いてありますので切れることがないんですよね。でさらにねここにカメラをマウントするわけなんですが、このねマウント部分自体がねこういうふうに取れるんですよね。なのでカメラを乗せてねここでセッティングした後、もうすでに首に巻いているここにパチッと入れるだけ、これで撮影が開始されるんですよね。非常にね使い勝手のいいモデルになっております。でこちらのタイプが通常より 39% オフの2879円となっています。でこのモデルに最近マグセーフ対応のものが出てきまして、こちらなんですけれども、よくあったのはねこの上下から挟んで iPhone を固定するものがあったんですけれども、これマグセーフじゃないですか。非常にね使い勝手いいと思います。でこれね僕先の部分だけ欲しいんですが、先の部分だけは売ってないみたいなんですよね。まあ残念なんですけれども、こちらが通常価格より 21% オフの3654円となっています。はい、それから、これはですねセール対象品ではないんですが、つい最近登場したばっかりなので、まあ一応ですねポイント還元がいつもよりも高いということで多少ねお得に購入できるだろうということで紹介しておきます。インスタ 360X4 ですね、最新モデルです。で僕はねこれの先代モデル X3 を使っているんですが、解像度がね 8K に上がりましたので、さらに画質がアップしたモデルになっております。で360度カメラってかなりの面白い映像が撮れるので僕もこれ大好きなんですけれども、全体でですねこの X3 の場合は 5.7K なんですよね。360度ぐるりで 5.7K なんですよ。で実際に動画にするのはそこから切り出した部分ですよね。全体が 5.7K だけれども切り出すと、まあそうですねフル HD ぐらいかなっていうような解像度になってしまうんですよ。そうすると例えばね前編を 4K で撮っている動画の中でそれを使うとすると、そこだけちょっとあれ画質荒いなっていう風になってしまうんですよね。でそこがネックだったんですけれども、今回 8K にね解像度が上がりましたので、これはねちょっと僕も使ってみたいなと思っております。で今見ていただいているのがもうカメラ本体のみですね、通常版となるんですけれども79,800円となっております。はい、あとねマイクを一つ紹介しておきます。新興さんの G2A2MAX というモデルですね。で今僕はねここにつけて録音しているマイクなんですけれども、このマイクね今この動画を見ていただいて分かるように音ね結構いいんですよ。で音がいい上にご覧の通りですね、レシーバー一つに対してマイク2つ、そしてピンマイク、この小さいねピンマイクもついているんですよね。さらにモフモフやらですね、あとケースですね、充電ができるケース、要するにフルセットでこの価格なんですよ。通常より 25% オフの 19,499 円なんですよね。でしかもねノイズキャンセリング機能もあるんですよ。これからね動画始めたいという方で安くて高性能なねマイクないかなという方にねおすすめしたいと思います。はい、それから、スイッチボット関係いきましょう。スイッチボットさんね製品数が多いんですけれども、まあその中から厳選してまず1つ目、掃除機ですね、ロボット掃除機 K10 プラスというものなんですが、これね非常に小さいロボット掃除機で、まあ日本のね家庭に合うんじゃないかなと思います。通常より 23% オフの 45,800円となっています。はい、それからスマートホーム化をね進めるにあたってまず最初に買うべきはこれですね、ハブなんですよね。でこちらはハブのモデルでも最新のモデルハブ2となっております。温度計湿度計なんかもねもう一体化されているモデルで、通常より 12% オフ 7,880 円となっています。でスイッチボットさんの製品でよく見かけるのはねこのカーテンの開け閉めのロボットだと思うんですよ。こちらね第3世代一番最新モデルなんですが、僕も使っておりますけれども 12% オフの 7,902 円となっております。ただしこれね両開きのカーテンの場合は2台必要ですので、その点はねちょっとご注意ください。はい、あとね、まあ、ちょっとこう導入してテストしてみたいなという方にはねこういったものから始めるのがいいかもしれません。スマートプラグというものなんですけれども、まあ、要するにね電源の大元ですね、プラグのところでオンオフスイッチを切り替えることができるというモデルになっております。まあ、これ非常に便利で、例えばね外出した先であれヒーター消したかなっていう時ありますよね。
で、そういった時にスマホでね、確認することができますし、またそこでオンオフね、切り替えることができるんですよね。そういったところがすごくね、便利だと思います。で、こちら 10% オフの1780円となっています。で、これはプラグ元につけるものなんですけれども、はい、よくね、照明のスイッチなんかにね、使われているスイッチ、それに取り付けて、この爪の部分がですね、物理的にこのスイッチをね、押したり引いたりしてくれるんですよね。こういったものもあります。で、こちらが 15% オフの3812円となっています。はい、このあたりからね、生活関連いきたいと思いますね。入浴剤ですね。僕大好きなオンソという入浴剤なんですが、今回はね、これだけかな、多分セールになっております。琥珀の湯というタイプで、2本セットで、通常より718円オフの1262円となっております。はい、それからインスタントコーヒーですね。ネスカフェゴールドブレンド、まあ、やっぱりこれが一番美味しいかなと思います。通常より 56% オフの720円となっております。まあ、他にもね、いろいろタイプがありますので、お好みでね、選んでいただけたらと思います。はい、野菜ジュースいきましょう。カゴメ野菜1日これ1杯ということで、これはですね、ペットボトル入りですね。 720ml が15本入ったもの、こちらが 10% オフの3629円となっています。はい、同じくね、野菜ジュースですが、今度はね、伊藤園の1日分の野菜30日分ボックスということで、紙パックのものですね、 200ml が30本入っています。こちら 21% オフの2362円になっております。はい、さらに、カゴメさんの野菜生活100オリジナルというものなんですが、 200ml 24本入りで、こちらは2160円となっています。はい、それからビールいきましょう。アサヒスーパードライですね。で、僕はビールのね、味がよくわからない人間で、どれを飲んでも一緒なんですが、これだけね、やっぱりね、ちょっと缶が違うんですよね。泡が違いますよね。まあ、ちょっとね、油断してるとこの泡がいつの間にかね、溢れ出ているっていうことはあるんですけれども、やっぱりこのタイプ美味しいですよね。通常より 10% オフの4348円となっています。はい、それからおやつですよ。これ僕大好きなんですが、ココナッツサブレ。最近ね、まあおやつって中身が小さくなったり数が減ったりしていて、ちょっと寂しい限りではあるんですけれども、まあ昔からよく食べてるこういうおやつってね、見かけるとやっぱりどうしても食べたくなるんですよね。で、ココナッツサブレもいろんな味のタイプのものがあるんですけれども、こちらですね、 25% オフの1467円となっております。16枚入りが12個入ったものですね。あと、まあいろいろあります。これからですね、アウトドアの季節でもありますので、外での、まあ、キャンプなんか行ってね、早く茹でられるスパゲティっていいですよね。ママの早茹で3分スパゲッティを紹介しておきましょう。まあ、これね、 500g が4個入りなんですけれども、通常より 36% オフの1344円となっております。スパゲッティはね、日持ちがしますし、防災対策でのね、まあ、食料のストックとしてもね、使うことができますので、定期的にね、まとめ買いしてストックしておくことをお勧めしたいと思います。はい、それから明治のね、チョコレート効果カカオ 72%、こちらね、いつも紹介するものなんですが、カカオがね、たくさん入っているタイプのチョコレート、体にいいのはわかるんですけれども、この 72% を超えるともうちょっとね、苦くて薬っぽくなりますよね。まあ、このあたりが美味しいのと苦味を耐えられるのの限界かなと思います。こちら1キロ入りなんですけれども、通常より 27% オフの2696円となっています。はい、あとナッツですね。小分け3種ミックスナッツ、もう毎回紹介するものなんですが、ほぼ1キロ入りで30袋に分けられているものですね。こちらが 29% オフの2140円となっています。はい、あとね、値段的にはこちらがお安いですね。アイリスプラザナッツなんですけれども、こちらですね、グラムあたり2円を切っておりますので、かなりね、お安いと言えると思います。 33% オフの1455円となっています。はい、最後アウトドア関係いきましょう。はい、まずテントなんですが、このモデルね、僕はもう前からちょっと欲しくて目をつけていたんですが、もう古いモデルで多分ね、作られなくなってきているのかなと思います。かなり値落ちしてきました。ネイチャーハイクの2人から3人用のモデルなんですが、これね、何がいいかというと、基本的にはこれドームテントで設営簡単なんですよ。で、それなのにこれね、広い全室ができるんですよね。ですので、雨が降ってもですね、ここで炊事もできますし、まあ極端な話ね、タープ張らなくてもいいんですよね。
で、このモデルが通常より 25% オフの 16,493 円となっております。はい、それからプロジェクターなんですけども、これ BenQ さんのプロジェクターで GV30 というモデルになります。で、解像度がね HD クラスなので、まあ、それほど抜群に綺麗というわけでは多分ないと思うんですけれども、何がいいかというと、まずバッテリー内蔵なんですよね。そしてこの丸い筐体じゃないですか。これでわかるかな、天井に向けてね映写することができるんですよね。なので車中泊なんかでも車内でね車の天井にこういうふうに投影して映画を見ることができます。はい、こちらのモデルが今回ですね通常より 21% オフの 62,820 円となっておりまして、これね直近では最安値クラスですね。お得になっていると思います。はい、それからこれからね夏に向けて暑い季節、やっぱりね外で冷たいビールが飲みたいですよね。で、また寒い季節には温かい飲み物ができるだけね冷めにくい状態で長くね楽しみたいじゃないですか。そういった方にですねおすすめなのがサーモスのアウトドアシリーズ保冷缶ホルダーなんですけれども、今これ撮影しながら僕はここにお茶を入れて飲みながら撮影しております。で、今これね熱いお茶を入れているんですけれども、夏場になるとこれにですね冷たい飲み物そして氷を入れて使うんですが、これ自体がですね保冷缶になっておりますので、冷たい缶をねここに差し込んで使うこともできます。はい、で、こちらですね、まあ、一家に1台と言わず1人に1本用意していただきたいなというふうに思うんですけれども、通常より 14% オフの 2,839 円となっております。はい、それから、これね別にアウトドアというわけではないんですけれども、最近ね使い始めて非常に便利だなと思って買い増しをねどんどんしていこうかなと思っているもので、ナイトアイズの S ビナーですね。まあ、いろんなタイプがありますのでお好みに合わせてね使っていただけたらと思うんですけれども、一応ここではね代表して S 字小ロック付きのモデルですね、これを紹介しておきます。通常より 25% オフ807円となっていますが、これがね過去最安値ですよね。かなりお得になっております。はい、それからもう毎回最近ね紹介してるんですけれども、岩谷さんのカセットガスコンロですね、タフマルジュニアを紹介しておきます。もうアウトドアのね楽しみといったら料理なんですよ。で、ただね、まあ、炭を起こして何かね料理するっていうのも大変じゃないですか。まあ、そういう時はですねガスコンロ持っていくのに限ると思うんですけれども、こういったねケースに入っておりますし、まあ、通常のねカセットコンロよりはちょっとねごっつい感じがしますが、はい、ここにねボンベをセットして使うわけですけれども、アウトドア缶 OD 缶と違ってですね通常のカセットボンベが使えますのでリーズナブルですよね。またガスボンベ自体をね購入するのにも困ることがありません。で、そして、まあ、小さいのでこれだけはみ出してはしまうんですけれども、このモデル何がいいかというとですね、この風防ですよ。風防がすごくねきっちりしていて風に強いんですよね。ガスコンロって結構ね風に弱いっていう弱点があるんですが、これに関してはここにもう鍋を置くと風の影響ねあまり受けません。ということで、まあ、外で使うのにね特化したカセットコンロになるんですけれども、キャンプとかですねアウトドアで使うのももちろんいいですし、あとね災害対策用ですよね、防災器具として備えておくというのにもいいと思います。で、このモデルねカラーバリエーションが3色あるんですが、毎回なぜか色ごとに値段が違うんですよね。で、今回はこのブラックモデル、僕が使っているものと同じものが一番お安くて 39% オフの 6,670 円となっております。で、あとオリーブ色、これがですね 6,900 円、そして赤ですねレッド、こちらが 13% オフの 7,980 円、一番高いモデルになっているんですが、これね本当に色が違うだけで物は全く同じです。はい、最後椅子を紹介しておきたいと思います。ロゴスさんのネオスファミリースムースリクライナーという、こういったですねもうリゾート地にあるような足を伸ばしてねちょっとこう横になれるタイプの椅子になります。で、アウトドアキャンプで何が大切な装備かというと、まあテントは大事ですよね。そして寝袋とかも大事なんですけれども、その次あたりで来るのがね椅子じゃないかと思うんですよ。椅子の上で過ごす時間ってかなり長いんですよね。要するに椅子の座り心地が上質であれば、かなりね上質なキャンプタイムを過ごすことができるわけですよ。で、そういった意味で僕もねお店でこれ座ってみてすごく気持ちよかったので欲しいなと思っているんですが、
まあ、こんな風にですねリクライニングもできますし、すごくねゆったりできますよね。ただねお値段が結構するんですよ。 10% オフなんですが9000円となっております。でそこでなんですけれども、ほぼ同じと言えるモデルが、はい、Amazon Basic にあるんですよね。でブランドを気にしないのであればこちらで十分かなというふうに思います。なんとお値段がもう半額近くなんですよ。 5% オフの5934円なんですよね。ただこちらね数量限定モデルですので、もしかするとですねこの動画が公開される頃にはねなくなってるかもしれません。その点だけはねご容赦いただきたいと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね Amazon スマイルセールのおすすめセール品紹介動画第3弾として、デジタルガジェット、それから食料品関係ですね、あとアウトドア関係なんかをご紹介してきました。でセール期間ね、まだまだ明日日曜日、そして明後日月曜日いっぱいありますので、今後もですねこちら Amazon ストアフロントの方にどんどんとねおすすめセール品追加していきますので、こちらの方もねチェックしていただけたらと思います。ゴールデンウィーク前、レジャーのね準備としていいお買い物をしていただく参考になればと思います。この動画が参考になったよという方は応援の意味を込めて高評価をしていただけるとすごく嬉しいです。またチャンネル登録まだの方、ぜひねチャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。